こんばんは。ちょっと待って、こんばんはでいいのか。こんにちは。芸能のピョー代表の工藤靖です。さて、芸能のピョーでは3月11日の、東日本大震災以降ですね、芸能スタジオと題してさまざまな議論を行っております。で、今日はですね、風評被害を乗り越え、食品の安心安全プランと再興のためにどう取り組むのかということについてですね、みんなで考えてみたいと思っております。で、まず今日はゲストの、紹介から始めます。お隣がですね、よく出ていただいてるんですが、芸能 NPO の、マニフェストの評価でも力を貸していただいてるんですが、名古屋大学の大学院生命農業農学研究科教授の正源司真一先生です。正源先生、よろしくお願いします。よろしくお願いいたしまます。す。それから群馬県の昭和村ですか。で、グリーンリーフ株式会社という農業生産法人を立ち上げて、野菜のその生産とか加工まで手がけている沢浦昭二さんです。沢浦さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、全国消費者団体連合会事務局長の阿南久さんです。阿南さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、では今日のテーマなんですが、さっき言ったようにですね、風評被害を乗り越えて食品の安心安全ブランドをどう立て直すかということなんですね。ということは、逆に言えばですね、この前の震災以降ですね、風評被害という問題もあったと思うんですが、日本のその非常に強みとされていた食品のですね、安心安全というブランドが崩れてしまっているということだと思います。で、これはどれぐらい深刻な問題になっているのかというところからですね、皆さんでちょっと議論を進めていただきたいんですが、まず正源先生、どんな状況なんでしょうか。私、たまたまですね、4月1日から名古屋大学に勤務先が変わったんですけれども、その直前まで東大の農学部の学部長をやっておりましてですね、震災の関係でいろんな対応についてですね、学部の中でいろんな議論をして、そうですね、3月31日も夕方、少しそういう話のまとめをしてですね、それで名古屋に移ったんですけれども、もちろん被災地の状況に比べればですね、東京大学の中の、被害とこれほとんどなかったわけなんですけれども、いくつかやっぱり議論していたことがあってですね、それはですね、留学生、東大の農学部200人を超える留学生がいたんですけれども、ほぼ半数がですね、帰国していたんですね。で、多くはやはり震災を理由に帰国していたということで、それで仮にですね、彼ら彼女らがですね、戻ってくる時期が遅れたとした場合にですね、どういうふうに対処するかと、単位のこととかですね、そういう話をしていたんですけれども、実は留学生の多くはですね、本人の意思ももちろんあるんですけれども、そういう場合もあるんですけれども、その本国のお父さんお母さんがもう心配で、とにかく帰ってこいと、こういう声でですね、とにかく一度顔を見せて安心させて、それから考えるという、こういう話が結構あったんですね。これで私はですね、もう相当深刻な状態になっているということを実感いたしました。つまり国内ではですね、福島、茨城と周辺の地域という話になっているんですけれども、外国から見るとですね、これ日本は全部一つというオールジャパンの問題という、こういう感覚なんだなということをですね、改めて実感いたしました。それで実は日本の農業ですね、外国から随分輸入していてですね、押しまくられているということではあるんですけれども、ただですね、特にアジアを中心にこの、そうですね、10年ぐらいはですね、もちろんたまには行きつ戻りつもありますけれども、農林水産物と特に農産物の輸出というのは伸びていたんですよね。で、食生活の共通語があるとかですね、先方の経済の成長でもって購買力が高くなったとか、そういうことで、その農産物なり食品の輸出ということをですね、農業の活路の一つにしていたわけですけれども、そこへこういう非常に大きなダメージが生じているということで、今聞いている範囲ではですね、他の地域の、よそとの国との間でのやり取りが続いていたところもですね、かなり厳しい状況にあると、こういうふうに聞いてますけれども。そうですよね。僕もちょっといろいろ聞いたんですけど、農業、農産物の輸入制限からですね、あと観光客が激減してですね、そうですね。それやった企業がもう倒産したりですね、その京都でもどこでも全国的なんですよね。だから、単なるその被災地というレベルも超えていろんなあったと。ただ、それがその多分日本の食、つまり放射能汚染ですよね、放射能汚染ということに染まってしまってるんじゃないかと、日本の食料、っていう、そういう
いろんなイメージが出てしまっているような気がしたんですが、あれ、あの沢浦さんの前に、はい、アランさんどうですか、食品消費者側から見てどうなんですか、その食べ物、まあ、放射性物質で汚染されているという情報が入ってからはですね、もう本当にあの消費者の方はパニック状態だったと思います。一切、まあ、最初は福島だったと思いますけれども、福島のものは買わない、そしてお店に行ってもですね、もう山積みになっている、で安売りされている、しかし誰も手を出さないという大変な状況だったとして思います。でその後ですね、あの生産者側もあまり出荷しなかったですね、売れないっていうので、でそうしますと他の地域、あと、まあ西の方の地域からの農産物が、まあ、店頭に並ぶというふうな状況がずっと続いていましたね。あれ今はどうなんですか。今はだいぶですね、あの戻ってきてますね。戻ってますよね、はい。であのあれですか、あのアナウンサーも買うときにそのやっぱり被災地銘柄を気をつけたりとか、そうやって買います。あのどこの産物かということはあのちゃんと見ますけれども、被災地だからというふうにして、まあ、買わなかったりというようなことはないです。沢浦さんどうでしょうか、あの、はい、この風評被害でその 農産物 その安心というブランドがですね、消えてるんじゃないかと言われてるんですが、あの今正源先生が言ったように、外国からうちもあのタイからですね研修生が来てまして、あの震災のあと、帰ってこいということで、電話が鳴って帰りたいという話でだいぶ騒ぎになりました。でその時にですね、うちがいち早くあのタイの研修生の人たちを集めてやったことがですね、通訳を通じて今の現状で最悪になった場合、最悪っていうのはその時の話ですけれども、仮に福島原発がチェルノブイリのようにあの爆発しちゃったという場合に、その過去のデータを全部引っ張り出して200キロ圏内にある群馬はどういう状況になるとかっていうのを具体的に話をして、タイの人たちに話をしたことによって彼らすごく落ち着いてですね、誰も実は帰らなかったんですよ。ただ本国で流されているニュースは非常に過激なもので、日本全国はもう放射能で、あのもういっぱいになってるっていうような内容だったんでですね、ですからあのやっぱり正しい知識でコミュニケーションをちゃんと取れれば安心してもらえるんだなっていうのをそこで感じました。であとは今農産物についての安全がどうなのかっていうことなんですけれども、安全の基準がどこにあるかっていう、そこがあの私はすごく今あの揺れてるのかなというふうに思ってるんですね。で暫定基準値、放射能の暫定基準値で、見ていけば、まあ、一部地域を除いては、ほとんどもう全部があの安全になってるわけなんです。ただだけどもその暫定基準値を信用しないっていうことになってしまうと、その安全であっても安心できないということになるんで、やっぱりここもすごくコミュニケーションを取っていくということが必要なのかなっていうふうに思ってるんですね。で一つ群馬の例を挙げると、はい、あの群馬も3月の18日から19日に、放射能、ほうれん草とかき菜で放射能のレベルが高くなって、出荷制限かかったんですね、はい。でその後いち早く群馬県の行政対応良かったですね、あの毎日検査をして毎日公表して、で4月の確かですね8日に解除になったんです。ですからそういう意味であの情報をオープンにするっていうことと行ったおかげでですね、今のところ私たち地域の野菜っていうのは、あの安定して販売ができてる、動いてるのかなっていう感じはしてますね。あの沢浦さんの発言にかなり本質的っていうか、ちょっと今日考えなきゃいけない問題がちょっと出てたので、あのそこの流れでちょっと続けたいんですけど、あのやっぱりその情報公開っていうその問題がですね、なかなかその今回 あの震災以降非常に政府も含めて不熱心っていうかですね、なかなか十分じゃなかったと。なのでそれがその消費者も含めてですね、非常に不安をかなり加速したという現象があったと思うんですね。で僕はあの消費者庁というのがあってですね、ホームページ見るとこういうあの Q&A とかあるじゃないですか。これよくできてますよね。でこれはできてるんだけど、あのこれ多分最近なんでしょう。そうです、5月の30日です、ね、5月の30日ですよね。そうなんですね。3月11日に震災があって、そうです、
放射能汚染はもうその時に必死にもうメルト放射放射の燃料棒をメルトダウンしてるんですが、そういう状況になっちゃうとですね、消費者に対して正確にその情報を発信するとか非常にダメだったような気がするんですけど、マナさんどう見てました？うん、本当にその通りで、情報がなくてですね、ね、いわばその、まあ、皆さん自己防衛策を取ったということなんですね。だから買わないという自己防衛をしたんだと思うんですね。うんうん、なのでやっぱりそのいかにその情報がなかったかということだったと思うんですよ。うん、で、まあ、とにかくその政府の安全対策がものすごく後手後手だったじゃないですか。はい、事故が起きた、うん、でその測ったら、測ってみたら放射性物質が出てきた、検出された、うん、慌てて基準を作った、うん、でそうという仕組みを作って、後手後手なのですぐには影響はない。そうそうです、だんだんそういう感じです、ね、そうなんですか。どこを信じたらいいかわからないですよ、うんうん、でどこの情報を、ね、探したらいいかもわからない状態でしたから、うんうん、とにかく買わないという防衛手段を取ったというふうにして言えると思いますね、うんうん、そうですよね、はい、で今アナさんおっしゃったその、まあ、消費者としてはそれは合理的ですよね、うん、つまり不安だったから防御策を取ったと、はい、でこれは風評被害っていうんですかね。それは風評被害じゃないですよ、実害ですよね、これ政府対応とかそうです、ね、なんかに対する、ですよね。だからなんか今いろんな問題で風評被害っていう問題が結構かなり使われるんですがね、じゃあ風評被害っていうのは 何なのかと、それから今あるようなその情報を本当は知らせなきゃいけないときにそれを怠ったためにですね、かなり非常に大きな動揺を招いて、それがまさにその安全問題 その不安に拍車をかけたという問題もあるような気がするんですが、正元さんはそこあたりはどうご覧になってますか？うん、なかなか難しいと思うんですけれども、カチッとですね、ここまでは安全であると、うん、あるいは、まあ、言葉の性質上ですね、線は完全白黒ではないけれども、例えばグレーはここまでであると、うん、いうことがはっきりしていればですね、うん、今アナンさんがおっしゃったようなことというのはですね、まあ、基本的には起こらないというかですね、まあ、起こらないようにすべきなんだろうと思うんですね、うん、でそこがまずはっきりしていなかったということがあって、うん、風評被害というのは基本的には本来の正確な情報とは違う情報が、うん、発信源となってですね、それがまあぐっと広がって、まあ、無関係の商品なりですね、財なりについて全く買わないとかですね、そういうことが起こるわけですけれども、今のお話というのは風評被害というよりもですね、情報そのものが混濁していたりとかですね、それからまあ事後法というか後で基準を作るというようなことになりますとですね、でそもそも信頼、情報の発信源そのものの信頼性が揺らぐわけですよね。そういったことを目の当たりにした時の防衛のための行動というのは、これは風評以外とやはり少し分けて考えるべきだと思いますね。そうですよね、僕たちも現実はきちっと知りたいわけですよね、消費者にしても市民にしてもですね、だけどその現実を知って知りたいって言って何かその現実に近いことを誰かが言うと、それは風評、君の発言は風評被害をもたらすって、なんとなく僕なんか発言ができないような逆に状況がありましたよね。だから何かやっぱりその考え方が違うんじゃないかっていう、つまりその消費者に対するその姿勢ですね、その政治が政府側の姿勢違うような感じがちょっとしたんですが、それはさっき澤原さんおっしゃったような情報公開することにっていうことでしたよね。なんかそのどうですか、澤原さん見てその今のこの一連の流れ、ですね、自分情報公開ってすごく大事だと思ってまして、まあ、群馬県でやってるっていう地理的なことがありますのでね、うん、そういう立地のこともあるんでしょうけども、うちでは毎週簡易測定器で、出荷する野菜の値を調べて変化がないかっていうことを確認しているんですね。ただその数値を求められた時に出すかどうかっていうのは正直躊躇するんです、うん、で安全は確認はできてても、実際の簡易測定ですから実際の数値じゃないわけで、うん、で中にはその理解力がない人がその数値を見た時に、うん、やっぱりそれでパニックを起こしてしまうっていうことが実際にあるんですね、うんうん、ですからこれは何回も何回もやって学習、みんなで学習していくしかないと思うんですけれども、うん、生産者がそれをやってて出てることに対して、うん、やってることに対して危険だとか
そういう調べてること自体がもう怪しいからやってるんだろうとか、うん、疑いの目で見られてしまうっていう現実は実際にあります、うん、それはあれですか、あの時間軸っていうか、うん、初めの時はそうだったけど、だんだんそれがあのやっぱりよく出してくれたとか、そういう変化はないですか。最初の頃と今では違ってきて、うんうん、最初の頃っていうのは それに賛同してくれる人がすごく多かったんです。で今もあのよく知ってる人はよくそこまでやってくれてるね、ありがとうっていうことで言ってくれるんですね。ただ知らない人であったり、もうそもそも数値とか基準とか信用してない人、あの疑ってかかってる人は、こちらが何を説明したとしても、どういうふうに情報をオープンにしたとしても、あんたたちやってることは危険なんだっていうふうにもレッテルを貼るんですよね。ですからそういう一部の方の大きな声が、例えばマスコミに取り上げれたり、それから、一部のそういったあの人たちの声がツイッターであったり、そういったところに出てったりするっていうのは、自分たちにとってみると非常に怖いなっていうふうに思います。花さんどうですか、そういう今生産者側の苦悩、消費者があったりして。そうですよね、あの生産者の皆さんの中には、あの必ずしも、うん、測定したりできない方たちもいるので、はい、まあ、だから政府はあの暫定基準というものを定めたと、うん、でそれを上回るものは出荷制限をかけるようにしますというふうなことなので、うん、まあ、ただそれでもっても、あのただ自分はあのどれくらい被曝しているかは状況がわからないので、できるだけ少なく自分はしたいと、あるいは子供を持ってたりすると、うん、子供にはできるだけ食べさせたくないという思いの人たちってすごくいらっしゃると思うので、うん、まあ、そういう方たちが判断するための情報っていうのはなかなか今ないんですよね。ないですね、はい、で、うん、あの食べるものだけじゃなくて、空気からも吸ってるわけですし、うん、外部被曝もあるし、うん、内部被曝もあるので、そこの情報がわからないんですよね、自分が把握できないんですよね、うん、そこの怖さっていうのがやっぱりあると思うんですよね、うん、あのいいですか、はい、先日あの日曜日のテレビ番組を見てたら、東京で、今あのホットスポットっていうのがあるじゃないですか、うん、でホットスポットでそういうのが心配で、いろんな消費者の人たちがとか市民の人たちがね、その外貨カウンターを持って、調べて自己防衛をしてるっていう、そういうニュースを流してたんですけども、その中で、東京では今空気中から 0.06 マイクロシーベルトの放射線が出されてると、検出されてると、こういった放射線の中でどう自分の身を守っていったらいいかっていう、そういう議論をしてたんですね、うん、で 0.06 マイクロシーベルトっていうのはどういう値かっていうと、平常値の値なんですね、うん、ですから情報が間違って報道で流されてしまって、それでまた真実が歪められてしまうと、本当に大変なことになるなっていうふうに思いますね、うん。どうですか、正直お二方にも話を聞いてて、情報そのものがですね、放射能放射性物質に関して非常に難しいということとですね、澤さんおっしゃったようにですね、まあ、一種の拡声器的な いわば機能を果たすような、そういう媒体とかですね、それでやっぱりツイッターとかそういうものでですね、一気に広がるというのがですね、過去にはちょっとなかった、まさに現代的な状況だろうと思いますね。そうですね、そのかなり不確実なものもありますよね。つまりそのさっきの被曝におけるその被害というのが、がんの発生率とかですね、だからその非常にその どこまで行ったら安全で何が危険だということもわからないし、それとみんなはそのないよりはゼロの方がいいと思いますから、だんだん潔癖になっていくんですね。そうなんですよね、だから潔癖になっていくと、そうグレーはもうダメだってなっちゃうと、そうですね、それが今度はこう買わなくなるという状況なのですが、まあ、ちょっと この話はですね、次に続けてやりたいので、ちょっと一回休息入れたいと思います。厳しい立場でぶつけていかなければならない。で、何にもそれはいろんなことを気にしてですね、周りを見ながら、発言する、あるいはいろんなことを政権に言うということじゃなくて、まあ、言論 NPO 全くそういうところから自由で、そして何にも影響されることない、まあ、自分たちの信念だけで NPO としてですね、
相手がいかに国家権力であろうとはっきりとものを言っていく、まあ、そういう姿勢がこれまで言論 NPO は支持されてきた理由だと私は思うんですが、今こういう時代だからこそ政府に対してある種気合を込めてですね、言論 NPO が言うことが今一番欠けているものをですね、彼らに気づかせることになるんじゃないかなと私は思いますね。民主主義というのは、民からの主義なんですけども、一つの前提があるかと思うんです。それは民が一人一人がきちんと情報を持っていて、きちんと情報を、下せるということだと思うんですね。そういうものがないとですね、特にその入ってくる情報が一次元的で、一つの角度の情報しかないという場合ですと、よく言われるようにポピュリストの方にこう流れてしまう、そういう恐れもあるかと思います。ですからそういう意味でこれから私個人的にこう言論 NPO は非常にこう期待しているのはそこの面でありまして、やはりそうきちんとしたその言論を通じてきちんとした情報、きちんとした分析考え方っていうのを民にこう伝えることだと思うんですね。やはりその夜明けの時って地平線のところに点から始まって、その光からどんどん明るくなっていくということだと思いますので、でそういう意味で私が言論 NPO に本当に期待しているのはその地平線の中の明かりですね。でそこのところからどんどん広がっていって、夜明けが来る、そういうことを期待しておりますので、これから9年、今後の90年のために、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、それでは引き続き議論を行っていきたいと思います。今ちょっと休憩中にほとんど議論が進んでたんですが結局これはかなり複雑というか現代的だし構造的な問題が結構あるんですが、少なくともこの風評被害、風評被害ではない要素もかなり見えてきたんですが、それをどういうふうに解消していけばいいのか、解消するかというか解消に向かうサイクルに入らせるかということだと思うんですが、そのためにその流れをこう作るために何が必要かということをちょっと議論したいと思いますね。でさっき政府、これは政府の問題とか、あと消費者側の考え方、あと生産者と消費者とのコミュニケーションの問題、いろんな問題があると思うんですが、まず政府の問題からやっぱり考えなきゃいけないと思うんですが、さっきつまり消費者庁の動きがかなり遅れてたと、つまり消費者に対してですね、この一番必要な食物に対する汚染とかその被害っていう誰もが知りたい時にほとんど何もなかったと。でただ出てきたのが今度は暫定基準があり、それに対して安心だっていう話がありと。でだけどそれをやってたところが出荷したところが、なんかこの Q&A にも書いてるんですが、ほうれん草が千葉でね、こう出荷宣言になったのがこう出回ってたことも分かったとか、なんかいろんなのが話が出てくるじゃないですか。そうなってくると、まずその政府側の行動に対する信用力の回復っていうことをどう考えていけばいいのかっていうところがちょっと一つあると思うんですね。政府が何言っても信用しないってなっちゃうと、これはかなり厳しい事態だと思うんで、そこあたりアナウンさんはどうですか。そうですね、今までの政府の政策を見てますとですね、やっぱり信頼されない土壌は作られてきたなっていうのは思っていまして、今回 その放射性物質汚染についてもですね、先ほど話しましたように後手後手の政策が取られてきたということなので、そこの信頼を回復するには本当にどうしたらいいかって、これはもう至難の業だと思いますけれども、やっていくしかないんですよね。やっぱり着実にやっていくしかなくって、それはやっぱりですね、その安全を優先させるというその仕組みっていうのですかね、それをこう提案していくって言いますか。で例えばその日本ではその原発がもう全国に50基以上あるわけですね。でその近くにはですね、必ずその測定のスポットを設けるとかですね、そうしたことをちゃんと測定していくと、で検査していって何かあったらそれなりの対策ができるということをですね、対策もちゃんと決めといてやると。で順番が要するに最初に取った順番逆でしたよね、でだから基準値を決めて対策を取る、だからあらかじめそれ危険なんだと、こういう場合になった時にはどうしたらいいかってことをいつも常時測定をしていて、こうなったらこうしますよっていうふうな対策がはっきりと示されるということが何よりもやっぱり重要だと思うんですよね。そこの辺をはっきりしてほしいと。でそれでしか回復の方法はないというふうにして思うんですね。正面さんはどうですか。
ですね、どういう流れを変えればいいんでしょうか。まず政府の役割を改めてきちんとですね、認識すること、政府自身もそうですけども、これは今アナウンサーもおっしゃいましたけれども、例えばある産業の利害を忖度して、この手心を加えるとかですね、そういうことをしない存在であると、あるいは利益の利益相反というかですね、こちらにつくかあちらにつくかというような迷うようなことはしないと、実はそういう意味ではですね、食品安全基本法だとかですね、食品安全委員会を作ったというのは、まさにそういうことをするためにやったはずなんですよね。それで実は個々の事例については、いわゆるリスクコミュニケーションだとかですね、あるいはリスクを評価する側とそれから管理する側を分けるとかいうことをですね、個々のものについてある程度進めてきたというふうに思ったんですけども、今回の劇的な事態にこう向き合ったときにですね、実はそれがもろくも崩れてしまったという、こういうところがあるんだろうと思うんですね。だからまさに第三者としてですね、国民の安全を守る立場からの政府ということをもう一度確認する、もう本当にイロハですけれども、それは崩れてしまっているということがあると思うんですね。あともう一つ非常に深刻なのは、私はもう放射能のことについては全く素人というか専門外ですのであれなんですけれども、確かに専門家の方のおっしゃっていることもですね、聞いているとどうもかなり幅があるわけですね。でそういう意味ではですね、これ 7,8 年前に確かエコノミストは信用できるかという、確かそんな本があったと思うんですね。これ日本ですか、ね、そうです、あれです、マクロ経済学を専門している人をですね、過去のいろんなおっしゃってることを点検してですね、この人を信用できるとかできないとか言われたんですね。やり玉に上がった方はかわいそうだったかもしれませんけれども、だけれどもやはりこの科学者信用できるかどうかということを、やはり科学の観点からですね、評価するようなことも必要ではないかなという感じがします。もちろんですね、何年か前に言っていたことと今おっしゃっていることが違うなんてのは論外ですけれども、もう少しサイエンスの固有の観点からですね、評価して、あ、この人は大丈夫というようなことがないとですね、今の政府は割とこの人いいんじゃないとか、あの人いいんじゃないとか、なんか行き当たりばったりに人をですね、リクルートしているような印象があって、なおさらそういうことを感じますけどね。はい、今の話はちょっと本質的なテーマなんで、それ自体は議論したいと思うんですが、ただこれは非常に重要なので、まず政府っていうのは消費者の安全のために全力を尽くすということの立ち位置を鮮明にして、それを信用してもらう努力をしなきゃいけないということですよね。今でそういうふうな今立ち位置になってるかということですよね。消費者庁なり消費者という行政が。でもう一つはそのサイエンスというのは、そのアカデミアの 分野がやっぱりあんまり検証評価する仕組みがないですよね。本来であればその一つの本だって書評というものがあったりね、何かしたらそれになると厳しいチェックが読者から、ある意味で顧客からですね、でその顧客の民度とか市民の強さがね、その社会の強さをこう決めていくという流れがあったんですが、どうもそこあたりを僕たちは軽視してたんじゃないかという問いかけですよね。これはもう本質的なちょっと形でやらなきゃいけないなと思いました。澤さんどうですか、消費者庁はあまり知らなかったって、さっき知らなかったって言ってましたけども、いや消費者庁ができたのはよく知ってまして、最初に取り上げたのが例のこんにゃくゼリーの喉に詰まらしたというやつでですねちょっとあれを見てて、消費者庁というのは怖いところなのかなというふうに思って、消費者を守るというか、そういう正しい情報を出して消費者に安心してもらえるような材料をちゃんと出していくという視点での動きというのはするというふうに自分は考えてなかったんですよ。消費者庁ってあくまでも生産者を監視することにずっと力を注ぐところなのかなというふうに誤解をしてたんですよね。今日の話を聞いてそれ誤解だって分かったんですが、で実際そのなんていうんですか、今の状態、自分は学者じゃないんですけれども、日本って過去に原爆2回経験してますし、それから1960年代に世界各国が核実験をして、その放射能を浴びているっていうその経験があるわけですよね。で、その時とその時の事実と比べて今がどういう状態なのかっていうことも一つ検証してみると、今がどのぐらいの危険度にあるかっていうことも、これは事実として分かるような気がするんです。で、なぜそういった実際自分たちが経験した体感したことからところから今の状況を見れないのかなっていうのが、ちょっと
残念に思うんですね。で数字だけで出た出ないで話をしていくともう出ない方がいいに決まってまして、でそうするとどういうことが起きるかっていうと、実は私の体からですね7000ベクレル体重が多いですから私は1万ベクレルぐらいのね放射能を発してるんですよ。そうすると一番危険なのはうちの女房で一番被爆してるわけですよね。そういうのをブログに書いたら外部被爆と内部被爆が違うって書き込まれちゃって確かにそうだなって、まあそれはそうだけども、まあでもよくよく考えてみるとどこにでも放射能があって、ほんで自分自身も発してるっていうことを考えてみるとですね、少しその辺を冷静に比べるっていうところで見ていく必要があるかなと。でちょうどですね先日ある会合でいただいた資料なんですが、国立がん研究センターが調べた資料で、広島長崎での原爆で1000ミリシーベルトを被爆した人と被爆しない人をがんの発生率を比べた場合 1.5 倍だったんだそうですね。で、それと比べて喫煙者と喫煙者じゃない人のがんの発生率は 1.6 倍っていうふうに考えると、なんかそこにですね安心できる材料であって、あとは安全の基準っていうのが少しずつなんとなく冷静に理解できるようになるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。なんか自分はなんかそういう情報っていうのも判断するための情報っていうのも今だからこそ必要かなと。完璧を目指すっていうことで言ったら、みんな精神衛生上良くなくなってですね、逆に危険になると思うんですね。今なんとなく完璧を目指す人とね、まあいろんな放射能があるからっていう感じとね、でもどっちしてもそこをどういうふうな形でみんなが納得するかってところですよね。そのある意味でこうあるマーケットでいけばそこを打つっていうあるじゃないですか、ここまで来たらもういいってみたいな、消費者のこう気分が大きく変わるっていう転換にはまだなってないんでしょう。なってるんですかね。まあなかなかそうこう難しいかもしれませんけれども、私今ちょっと頭に浮かんだのはですね、96年にイギリスで BSE の、騒ぎが再燃した時ありましたよね、要するに人間にもという話です、その時の当初のですね発表がですね、まあいわばサイエンスをベースにしていたもんですから、まあ人間が牛肉を食べて感染する危険は極めて小さいもののようであると、ちょっと直訳するとそんな書き方なんですよ。で何言ってるか分かんないんですね。しかしゼロであるとは言ってないわけですね。そうするといやこれはもうこれは危険なんだということでわーっとその騒ぎが広がってしまってですね、1週間後にですね当時のイギリスの政府がですね、いやいや1週間前に言ったステートメントは科学的な言葉で書いてあって、普通の言葉で言うならば安全だと、で私はねこれはまずいと思うんですよ。やっぱり情報は情報としてきちんと出した上でゼロのリスクはないんだけれども、しかしこれはもうほとんど考えなくてもいいぐらいのものであるということをですね、きちんと粘り強くやはり説得することの方が大事で、普通の言葉で言えば安心だって言い切ってしまうというのは、要するにある意味消費者をバカにしている話であってですね、そうするとですねその時はもう収まってももう一度また同じことを繰り返すような気がするんですよ。だからこの前の言ったけど、中国のあと韓国の大統領が来て、みんなよく食べるじゃないですか、何かあるとその久しぶりのこう美味しく食べてる姿を見せて、だから安心だとか言ってるけど、それで簡単に動かないでしょ消費者。もうその方がなんかなおさら怪しくなっちゃう。怪しくなっちゃうでしょ。だから消費者はどうやったらマインドがどうなんですか、変わっていくんですか。もう私たちはですね、この間2回ほど学習会をしてるんですよ。まあ、ちゃんと消費者として正しく自分が行動できるような放射性物質汚染についてのリスクをちゃんと学びましょうという学習会をしてきていました。で水産庁の方からも来ていただいて学習会したときにですね、実は水産庁は研究所の方で、ビキニで水爆の実験があった頃からですね、もう何十年も前から水産物の検査をしていると、
ということなんです、うん、そしてその、まあ、中国も核実験をしたし、うん、アメリカも核実験をしてきました、うん、でそういう影響があるかもしれないってんで、うん、必ず毎年で検査をしてきました、うん、という話を聞きました、うん、それでその放射性物質が魚の体内に入った時 の、うん、移行の仕方っていうんですかね、うん、排出の仕方だとか、うん、筋肉や骨へのたまり方だとか、うん、そういう話も詳しくしてくださったんですよ、うん、でそうするとやってるんじゃないですか、ね、そうなんです、そこで初めてあやってるんだなってことが分かったんですよね、うん、だからやっぱりそういう情報って大事ですよね、うん、でそれをやってその結果っていうことに関しても何かやってるんですかね、そこまでやってないですか、それ人体に対する、その食べたものの、はいはい、ということも水産地やってるんですか、ですからその魚 の、 その筋肉にたまり方だとかそういうものが分かればですね、うん、それも人間の体でも同じような働きをするとそういうこと、ね、いうことが分かるわけなんですよね、うん、だからそういう研究の結果はこうですというふうなこと、うん、あるいはその今その福島の原発のところで、海域の魚が汚染されているという状況があるんですけども、うん、それが放射性物質がどのように海底にたまったり、うん、どのように魚が運ぶのかというふうなことも非常に研究がされているということなんですね、でそういうことを聞くとなんとなくこう安心って言いますかね、できるというふうに思うんですよね、うん、で前はもっと日本はもっとその放射線がいっぱいだったというふうな話も聞きますと、あそうなのかっていうふうにして思うので、やっぱりそういうふうなことをちゃんと正確に知識を消費者自身が得ていくということが重要だと思うんですよね、うん、で今回のすると農産物に関してはですね、どういうふうな形、消費者としてはどういう大きな流れになってるんですか、もう4ヶ月ぐらい経っちゃうんですが、そうですよね、最初に放出された、うん、要素はですね、うん、半減期が短いので、ね、ほとんど影響が出なくなっている、あとはセシウムですよ ね、 だとか半減期の長いものが問題になっていて、うん、それで今そのお茶だとかに、うん、ね、検出されているわけなんですよね、うん、ですから今後は、土壌が汚染されていることになるので、そうなんですね、だから刃物だけではなくて、うん、根菜類なんかも、うん、ちゃんと検査していきましょうというふうなことになっていくわけなんですよね、うんうん、ですからやっぱりそこをちゃんとはっきりと消費者にどういう検査体制を敷いて、うん、どの点で検査するのかと、うん、でその情報はどうやって出していくのかということをはっきりと示す、うん、ということが必要だと思いますね、うん、毎回スポークスマンがちゃんと説明したらどうですかね、そうなんですよ、ね、国民に1週間に一遍でも、ね、今誰も説明する人いないんですが、農林水産省にも報道官がいるんでしょ、立派な個人的にも立派な方がやっておられるはずなんですけど、その人今発言してます、多分出てないですよね、出てないですね、メディア報道だけで見るのは出てないかもしれません、うん、出てないです、でも最終的に消費者は納得しないと買わないですよね、買わないです必ず、だからそのどっかで安心って言われても、うん、その安心ってことに信用を持つとか何かをしない限り変わらないわけですよね、そうです、ということをそれをどういうふうに作っていくかという状況だと思うんですが、うん、どうでしょうか、はい、話聞いて、そうですね、まず現状はもうこれ変わらないわけです、その解釈の仕方だと思うんですよね、うんうん、ですから現状変わらない解釈の仕方ですから、うん、まず一つは正しく現状を伝えていくっていうこと、うん、これは生産者としてですね、正しく現状を伝えていくっていう努力をしていくっていうことが大事だと思うんです、うん、できる限りのことは、やって安全を担保していくような行動を取っていくっていうことも必要だと思うんですね、うんうん、で、今行政、群馬とか茨城とかどこでも、自分が群馬だから群馬の話になっちゃうんですが、ほぼ1週間に数回、サンプリング調査をして、それをどん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 公開してるんですね。で、それで今群馬県内でほぼ検出はもうないんです。ですからそういう情報をどん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 出しながら、それであとは自分たちのお客さんとのコミュニケーションを取って、これについてどう考えるっていうのを議論したり、意見のやり取りをしたりっていうことをしていくことしかないのかなっていう感じしますね。いや、それはそう、本当にそう思いますけど、そうですか、今それはね、群馬だけなの、他のところは動いてるんですか、そういう形で。割とどこの県の生産者の皆さん方も結構頑張っていらっしゃって、
はい、そういう情報をちゃんと消費者に出していこうと、うんうん、で消費者とのコミュニケーションを図っていこうという取り組みが今進められている。あ、そうですか。それは別に農水省とか政府とは全然関係ない話なんですかね。まあ、関係もあってももちろんいいんですけども、むしろ政府の方が学ぶべきかもしれません。政府の方が ね、あの情報の発信という意味ではですね、私はそう思いますけどもね、うん、なるほど。確かにその今 の、 そのコミュニケーションの蓄積が圧倒的に大事ですね、はい、政府としては政府としての信頼安全自分たち他人含めてね、それを国民に信用してもらうとというところから出ないと再スタートを切れないかなっていう感じはしましたけど、じゃあちょっともう一回休憩入れます。トヨタの金融部門である金融統括会社であるトヨタファイナンシャルサービスの副社長をしております平野英二です。5年前までは日本銀行に勤務しておりました。現在元老 NPO の理事をやっております。まあ、あの日本は今、危機的な状況に直面しています。もちろん、地震の、震災の影響は大きいわけですが、我々が注意しなければいけないのは震災がなくても実は日本は危機であったという事実です。バブルが崩壊してから20年間日本は低迷を続けておりました。この間に中国、インドといった新興国が目覚ましい発展を遂げ世界の景色は大きく変わっておりますが、日本はほとんど変わっていない。大事な問題は先送りし、成長戦略もないまま、だらだらと走ってきたこの20年間でございましたが、そこに今回の大震災、目の前の危機が加わったわけでございます。これで日本が目覚めなければ日本の先はないというふうに私は思っています。しかし日本の現実はどうか、内実はどうかいうことで、考えてみますと暗淡たる気持ちに ならざるを得ないというのが実感です。例えばその震災対応をめぐる国会の議論を見てください。もうほとんどこの世のものと思われないような、貧弱な議論を繰り返しておりまして、多分多くの人々が呆れているというふうに思います。本来ここはこの震災からの復興を将来の成長にいかに結びつけるかという建設的な議論を党派を超えてやるべき、そういう局面でありますけれども、いかにも議論が、貧弱であるということで、ございます。こういう議論を続けておりますと当然国民は愛想を尽かす。それからもっと、重要なことは世界にもですねこの内実が、伝わってしまうと世界も愛想を尽かすと、そうなりますと多分円が暴落するといったようなことも考えられるわけでございまして、我々に残された時間は少ないということでございます。政治家は私たち国民が選んだ人たちでございます。したがってこれは国民私たちの責任でもある。で政治がおかしければ我々はそこで我々自身の責任を持って何とかしなければならない、そういうふうに思うわけでございます。言論 NPO の場は個々の利害を離れて自由な議論を戦わせることによって日本を少しでも良くしていこうと、こういう志を持った人の集まりでございます。今回の震災がぜひ日本にとって目覚まし時計、海外を見るように今度こそ目覚まし時計、日本は目覚めると、いったようなことにぜひしたいものであります。そのためには、言論 NPO 力不足かもしれませんが、ここでみんなで頑張って日本のしっかりした言論を起こしていくということがぜひとも必要だというふうに我々は考えております。ぜひ皆様の、積極的な参加ご協力をお願いいたします。どうもありがとうございました。じゃあの話を続けます。今の休憩中もまたずっと議論してたんですが、まあ、結局やっぱりこのかなり今日はこう重いテーマになっているんですが、まあ、こういうふうなそのダメージですね、まあ、これは信頼のダメージみたいな感じしたんですが、これを回復するため、もう回復するために具体的に何をすればいいかとっていう形にちょっと話を進めていきたいと思います。どうしましょう。あ、これもアナさんから言ってもらった方がいいかもしれない、ね、消費者側ですから。やっぱりその、まあ、食品について の、 その検査ですね、農産物の検査体制をまあしっかり充実していくと、うん、いうことがまず何よりも重要 で、 で、まあ、出荷制限をかけるのはしっかりと出荷制限をかける、うん、で出荷制限かけられないものであってもどういう検査をしてどういう数値だったのかということをしっかりと公表していくということが重要だと思います。うん、あれはね、お茶のやつはどうなった、あれは出荷制限かけたんですよね。
確かそうです。上回れば、そうです。静岡がかかりました、ね。かかりましたよね。そうか、そういうことに関しては、もうとにかくルール上、どんどんこうきちっとこうなったらこうですよ、はい、みたいな感じをしてやると、はい、っていう流れですか。で、庄司さんはどうですか。ですね、さっきもちょっと申し上げたんですけれども、食品の安全、まあ、今回の問題も広い意味での食品の安全の問題だと思うんですけれども、これはやはり政府がきちんとした体制でもってですね、やってもらうんだと、そのための法律も作り、あるいは、まあ、府省の再編もしたわけですよね。でただですね、そういう意味じゃですね、なんていうんですかね、これ委任型というか、しっかりやってちょうだいねと、で叱りつけて政府ダメじゃないのというのももちろんいいんですが、またそれ必要なんですけれども、委任型というか、そういう制度があって、こちら側に消費者なり、あるいは生活者がいるということだけじゃやっぱりダメだろうと思うんですよ。これ、阿南さんなんかのお立場もそうなんだろうと思うんですけども、なんていうんですかね、参加型というか、それを絶えずチェックするような、そういうその目が光っている。あるいは場合によると非常に鋭い指摘が飛んでくるような、そういう関係の中でやはり政府の機能そのものを鍛えていくということが必要だろうと思うんですね。政府だって失敗するわけですから、それも率直に認めて改めればいいと思うんですよね。あれ今ちょっと話聞いて、そのアナウンサーにもう一回聞きたくなったんですけど、なんか消費者は静かじゃないですか、考えてみると。これ大変な問題ですよね。どうだってちゃんと明らかにすべきだとか、それの経緯がなんか低調な感じしませんですかね。まあ、消費者団体のところはですね、ちゃんと政府にそういう要請をずっと出し続けてあいます。そうか、それが見えないか、はい、メディアが取り上げないということですか。取り上げないという感じは私自身はしています。ああそうですか、なるほど。あれですか、澤原さんどうでしょうか。具体的にこのダメージを回復するために何を、そうですね、特にその生産者側、そうですね、やっぱり一つは安全であるということを常に証明できるような、そういう検査体制をしていくということなんですが、ただ実際今セシウムとか要素とかを直接測れる機械っていうのは、自分が聞いたところによると各県で2台とか3台とかそういうレベルしかないんですよね。ですから1台の機械で1日5検体とかそのぐらいしか測れないという話も聞いてますので、そうすると物理的にやっぱり無理なんですね。そうするとやっぱその今生産者でも外貨カウンターであったりサーベンメーターを持って簡易的に測って、その傾向を見ていて、あとは行政が調べた数値とその照らし合わせながら安全性を担保して出荷していくっていうような方法を取っているところが増えているんですけれども、そういったことを愚直にやっていくことがまず重要かなと。で、安心してもらえるような、あとは材料を提供し続けることと、あとは何て言うんですかね、生産者として見れば、その食べていただく方と、コミュニケーションをしっかり取っていくということをしかないかなというふうに思いますね。さっき その機材を増やすとかいうのを第二次補正かなんかで考えてないでしょうかね。あまり聞かないでしょ、塩原先生。あんまり聞いてないですね。聞かないでしょ。あるかもしれませんけど、あんまり聞かないですね。あまりあれなんですよ、消費者の問題にあまり熱心じゃなかったですよね。マニフェスト評価でも。農業分は、まあそれはまた別の世界の話ですけど、いやそれはね、やはりあれですよ、ものを言わない、声が小さいところ、あるいは票になかなかなりにくいというところは、やっぱり甘いというかですね、あまり熱心じゃないというところはありますよね。この間、まあ与党野党もそうだと思います。これあれですか、今皆さんの認識は、これ時間が経つとですね、結構日本人ってこれかなり重い、これ今回事故なんですが、震災なんですけど、なんとなくこう何日か寝るとね、なんとなくこう戻らないかみたいな甘い認識を持つ人が結構多いじゃないですか。ただ今回の問題はいずれ解消されると皆さん見てます。もう時間の問題だっていう問題ですかね。それともなんかこう傷としてかなり構造としてなんか残って、それに基づいて何かが変わるような契機になっていくとか、どんな風な状況だったら今回思ってるんでしょうか。ですね、これは人の噂もなんとやら、まあ、日本の場合は、というかこの頃は人の噂も 7.5 日ぐらいになっているような状態だと思いますけれども、今回の問題はものすごく深く傷を残していると思いますし、現にまだいわば最悪から逃げるというか、そういうプロセスが続いていますので、これはそう簡単に忘れるということには私はならないと思います。まあ、そうしてはならない。
とも思いますし、するとこれあれですかね、まずその完全な風評対策ってあるじゃないですか、風評被害って、はいはい、全く根拠のない形で、例えばあのさっき言った沖縄でもどこでも観光が全部いなくなるっていうんではダメなんで、うん、それに関しては広報っていう仕組みでやっぱり実態を説明し正確に海外に説明したり、海外との関係ではですね、うん、もちろん広報も大事です、それから情報の開示も大事です、うん、それから、まあ、そもそも政府は信用できないというこういう感覚の国だってあるわけですから、うん、そこは大事なんですけれども、同時に多分一番説得力のあるメッセージは日本の国内の消費者の行動だろうと思うんですよね、うんうん、で、まあ、今食べて支えようというようなことを、うん、まあ、政府中心に、あるいは農業系統なんかもやってますけれども、これで大事なんですけれども、私同時にですね、とにかく感情的に情緒的にとにかく買えばというのはちょっと私は危険だろうと思うんですね。もちろん支援する、だから私経済の人間なんであれなんですけども、うん、昔マーシャルという経済学者がウォームハートとクールヘッドというこういう言い方をしましたよね、これ消費者の行動でも同じだと思うんですよね、うん、ウォームハート大事だけれどもやっぱり同時にクールヘッド、これはやっぱり安全かどうかわからないので、うん、日本の消費者はこれは取らないと、うん、でそういう状況になった生産者については補償という形で対処すべきであってですね、うんうん、これは安全だから生産者のコミュニケーションもきちんとされていて安全だからこれも食べてますよと、うん、でそういう行動が外に、うん、海外に伝わることが私は一番説得力があることになるんだろうと思うんですね、うんうん、下手に政府がああだこうだって言っているとするとですね、これむしろ逆のメッセージになることだってあるんだろうと思うんですよ、ね、うんうん、私はだから日本の消費者の行動が外に向かってのメッセージになる、アランさんどうですか、まさにその決め手は消費者の行動、そう思いますと思います、この放射性物質汚染はおそらくですね、うん、今後ずっと続きますよ、うん、この影響もかなりのもんですので、うん、今若い人たちにどういう動きが起こっているかといいますと、ちゃんときちんと自分が情報を学んで、うん、自分で線量なんかも自分で計算できる、うんうん、線量っていうのは被爆線量っていうのはこの蓄積されていくんですよね、うん、だから特に子供を持つ若いお母さんたちはですね、うん、今どのくらいのこれを食べたらどのくらい被爆をして、うん、で外で遊んだらどれくらい被爆をするのかっていうようなところに大変関心を持っているわけですよね、うん、だから自分自身でこう計算していくというふうな動きも出てますので、うん、私はこれはいいことだと思うんですね、うん、だからそういうふうにして消費者はやっぱり本当に科学的なそのリテラシーを高めていくっていうか、うん、で自分で自分の身を守っていくというふうな行動にが できてきてますので、うん、これはいいことだとして思いますので、うん、そういう消費者をこうバックアップするようなサポート、うん、政府のサポートがあればいいんじゃないかなと思うんですよね。そうですね、そういう消費者の動きはもっと目に見える、はい、変化に なればいいような気もするんですけど、でも実際は大きな変化が始まってるってことですか。そういうことだと思います。うん、なるほどね。で消費者のその動きがそうなっていくということになってくると、さっきの対話もうまく進みますね、供給が、うん、うん、日本で何か分析して、うん、その検出されたらダメっていうそういう完璧を求める習性というか、うん、そういうのがあって、以前の農薬なんかでもそうですよね、ちょっとでも出たらもうそんなのダメだっていう、うん、そういうのが あるんで、それよりも自分たちが体験してきたこと経験してきたことと比べて今がどうなんだっていう、なこれ疫学っていうんですか、何かそういう、うん、そういう中から今のレベルをザクッと知るっていうことも私はすごく大事だと思ってて、うん、これ自分も一消費者として見てそういうのを見てると、うん、あ今の状態って安心できる状態だし、うん、いいんだっていうふうに思えるんですよね。であともう一つは生産者として見た時にはやっぱり今出荷されているものは安全なんですね、うん、全部そういった基準であったり調べたりして、うん、危険なものは出てないわけですから、うん、でだけども安心をどう伝えていくかということで、コミュニケーションだったりいろいろ必要なんですけれども、うん、まあこれからですねやっぱりこの噂がねどこまで続くかっていう視点でいうと、ちょっとお二方と違った視点で申し上げるとですね、うんうん、実は農産物って放射能だけじゃなくて今安全なんですけれども、今年の夏去年よりも梅雨明けが早くなりそうで暑くなりそうなんですね、うん、そうすると
突然9月あたりに農産物野菜とかそういうのがなくなったっていう、そういう可能性もなきにしもあらず、うん、で今どうしてなくなるんですか、暑くて天候とかね、そういうのでね、うん、で今年の雨はスコールみたいな集中豪雨が降ってるんですよ、うん、で集中豪雨、それで、また災害なんかが起きた時にですね、一気になくなるっていうことがあるんですね、うん、でそうなった時に消費者の人たちが本当にその少しの数値が出たものが危険だから買わないっていう人たちがそれにこだわり続けていられるかどうかっていうのを自分はそう思うんですよね。それもまたちょっと大きい問題です。どうですか。いや、量として確保が難しくなった時にはというお話はこれは、ね、今はかなり生産者は精神的に辛い状況でいますので、こういう状況が続いていくと生産意欲ってどん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 なくなっていくんですよね、うん、で食べ物って徐々になくなるんじゃないんですよ、うん、ある日突然足りないっていうことになるんですよね、うん、そういうことがいつ起こるかっていうのは自分は本当に今年の電気じゃないけども、あまりそこに視点がいってないけれども、自分はそこの視点っていうのはすごく重要だなと思いますね、うん、あれですか、こういう場合っていうのは今現実的にその輸入とかいう形が増えたりしてるんじゃないんですか。今どうなってるんですかね。輸入は特段、まあ、特段増えてないわけですね。わかめなんかはおそらく三陸のわかめがダメになったので、そういうことでね、増えてる、はい、あ、なんかそういう形で代替されてるわけですね、はい、ただ今言ってるのはそういうじゃなくて一般的に作ってるやつもそういう形でなってくるわけですね。そうなってくると、じゃあ消費者はどう行動すればいいんですか、アナウンサー。いや、そういう情報も含めてやっぱり生産者の方からメッセージを出していただかないとですね、なかなかそこは理解できないと思うんですよね。そうです。だから自分は常に放射能のことも心配なんだけども、それだけに焦点を絞って語ってしまうと本当にその量の部分の確保っていうのもできなくなる可能性だってありますよっていうことをも伝えるんだけども、なぜかそういう話をすると、あんたは売りたいがためにそういう危険なこうやって煽り立てるのかみたいなことをやれるから言っていいのかどうなのかっていうふうにね。でもやっぱりそれは遠慮なくおっしゃってくださればいいんですよね。それで分かる消費者もいるわけです。そうですよね。ただ私はね、その買わない、それでも買わないっていう人も、なんとなく分かるんです。気持ち分かるんですよ。いくら放射性物質の混入が少なくてもですね、私はでも外でも被爆してるかもしれないから、とても心配だからとても食べないっていう人があって当然だと思うんですよね。でも今って私なんかもう20年も30年も生きないんだからってねとかね、いろいろやっぱりそのいろんな消費者がいるので、そういうことがこう自分自身が判断できるための情報コミュニケーションが必要なんじゃないかと思うんですよ、ね、今あれですか、生産者と消費者の関係っていうのが結構倍っていうか、なんていうんですか、その顔が見えるみたいな形に、まさにコミュニケーション的にこう顧客がこうつながっていくみたいな、はい、コミュニケーションも取れて顧客と生産者がつながるようなね、つまりそうなってくるとますます信頼関係が重要になってる構造なわけでしょ。そうですね、今は、うん、だとすれば、その構造って結構インフラになるかもしれませんね、その信用力回復する、そうですね、考えてみると、うちは直接販売しているお客さんがほとんどで、いろんなお客さんがいるんですけども、そのコミュニケーションをしっかり取ってると、みんなやっぱり安心して買っていただいてますし、理解してくれてるし、それから実際のところ野菜の売り上げも落ちてないんですよ、うんうん、だからそのコミュニケーションがしっかり取れていけば自分たちも安心して生産もできていけるということは、これはちょっとでも解決の一つのヒントかもしれません、ね、つまりその消費者がそういう形で生産者の顔が見えてつながって、その中でコミュニケーションを取ることによって、いろんなこういう問題の時にですね、なんかこうある意味でリスクがこう緩和されるっていうか、うん、どうなんでしょうか。ある意味では大変難しい面があるんですけれども、うん、ですね、沢浦さんのところなんかそうですし、それから、まあ、阿南さんもずっと関与されてきた政教なんかですね、まあ、産直という形でつながってますよね、そういうきちんとしたコミュニケーションが取れている、そういう生産者と消費者、ここはですね、相当な厳しい状況の中にあってもですね、いいパフォーマンス、いい結果を残していくと、実はそうでない形のものとの差がですね、開いてくる可能性がありますよね。で全体がいい方に向かっていけばいいんですけれども、そうでないところと、そうでない、それどれぐらいの比率なんですか、そういう関係と。そうでないところですね、品目にもよりますけどもね、まだまだそんなに量としては沢田さん派はまだ少ない方ですか。
少ないと思いますね、うん、野菜とか肉とかですね、米とかでも通常のマーケット、市場ですね、市場に出荷するものが多いというのは現実にありますね、うん、ただ広がったことは間違いないです、うん、確かに。でもこのコミュニケーションというのは一つのキーワードですね、生産者と消費者がまさにそういう不安の問題をね軽減するための問題で、そうです。あと消費者、あ、もう時間が結構近なってきたんで、ちょっと一言ずつですね、僕は実はまだまだ聞きたいことがいっぱいあったんですが、この僕たちは結果としてはこの問題を克服したいわけですよね。克服してやっぱりその安心安全の食料、それからその強い農業っていうのがこの国に必要だと僕は思ってるんですが、まあ、それに向けて今回のこの問題をですね、どういうふうにこう解決すればいいんじゃないかと、一言でいいので最後に思いをちょっと言っていただいてですね終わりたいと思うんですが、どうしましょう、これはまた難しいですね。沢野さんから言ってどうでしょうか。あ、はい、本当にこれ今までに、ね、経験したことないことだと思うんで、うん、生産者も消費者もね、うんうんうん、だからとにかく真剣に議論しながら、それでお互いに作り上げていくという気持ちで、うん、勉強しながら、それで汗かきながらやっていくしかないかなと、時間もかけてですね、うん、で今回のこのことがいい経験になってまた強くなるんじゃないかなと思います、うん、そう、なんかその土台ができそうな感じもしますよね。そうですね、うん、はい、それを期待したいんですけど、アナウンサーはどうですか。消費者が本当に問われてますね。本当ですね。政府も全然ダメ、問われてますから、はい、だからここは正直に生産者の側からもですね、うん、悩みはあると思うんですよね、うん、だからそれを言ってほしい、言ってほしいです、うん、で受け止める消費者たくさんいる、うん、ということなんですよね、うん、だから消費者の不安はこうだ、生産者の不安はこうだ、うん、じゃあそこでコミュニケーションしながら、じゃあどうやって解決していくかと、その場でしか出てこないわけですよね、うん、だからそれを大事にしていく、作り上げていく、それを広げていくことが重要だと思いましたね、うんうん、そういうコミュニケーションがこうちゃんと動けば、政府は何をしていけばいいのか、まあ、政府はそうであればいらないかもしれませんけどいやいや、コミュニケーションという、今お二人のお話聞いてて、やっぱお互いにおもねらないというかですね、やはり消費者は消費者、うん、生産者は生産者、ね、それをきちんとですね、うん、率直に伝え合うというのが私は一番大事だと思いますけどね、うん、そうですね。あとはその今回の事故の人たちはやっぱりある意味でこれ大変なことをしているわけだから、その償いとか賠償は絶対必要ですけども、しかしそんなことを待ってるだけではなくて、次に向かって動かなきゃいけないので、なんとか新しいその農業に向けてこの困難からチャンスとして進めるしかないかなと思っています。今日はどうも本当に皆さんありがとうございました。次回はですね、地球環境の問題、あ、地球環境じゃない、原子力に依存しないエネルギーはあり得るかっていう第2回目なんですね。前回やったらですね、海外とかいろんなところからいろんな意見があってですね、もう一回やんなきゃいけないっていう話で、今度やりますので、7月11日6時半からやりますので、ぜひ期待してください。じゃあ今日はどうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。